はい、トールのアニメ感想置き場です。魔法科高校の劣等生来訪者編の4話の話をしていきたいなと思います。はい、まず、僕はですね、原作未読でアニメのみを見てですね、まあライトに楽しんでいこうかなというふうに思っていますので、まあちょっと先の展開がね、とかまあ先の楽しみが減ってしまうようなネタバレは、ご遠慮くださいという感じです。で、あまりこうしっかりと詰めても喋、っていませんので、その点ね、まああまりこうライトな層がライトに楽しんでこんなこと思っとるんやなぐらいに、思ってもらえるとありがたいですね。自分的にはこの劣等生の2期に関しては、こうスタッフサイドというか、まあ、制作サイドとしても、なんかそのライトに楽しんでもらって、まあキャラクターにね、視点を置いて見てもらえるといいんじゃないみたいな、そんな感じのね空気をね自分は感じているので、こんな感じでやっていきたいなというふうに思いました。はい、じゃあちょっとね、話を見ていきたいと思いますね。まずですね、まあストーリーとしてはですね、すごく場面が動いたわけではないんですけど、結構こう話展開はコロコロ転がっていってですね、結構目をまぐるしい回だったかなというふうに思いますね。はい、まずまあリーナのパレードを前回こう達也が見破ったっていうところですね。あ、すいません。あの、パレードに関する話で前回言ったときに、このあの、パレードっていうね、言葉を、聞いて、もっと早くこうね、一気のお話を思い浮かべなあかんかったな、みたいなお話を僕がしたんですけど、パレードっていう言葉自体は、すいません。僕も一気の時点では、あの、聞いてなかった言葉やとは思います。あの、なんだっけ、その、会長ですよね。多分、休校生の時の会長が使っていた、その、幻影魔法的なやつを、思い浮かべて、その2話にパレードの維持がっていうような話を、こう、リーナがした時に、あの時の魔法やったんやなって思い浮かべなあかんかったんやなっていうところの、話の組み立てがですね、ちょっとおかしくなってましたので、失礼しましたということですね。ご指摘いただいた方ありがとうございました。それでですね、まあ、パレードを見破った達也ですね、このあたりはまあ、さすがに達也のね、分析能力、解析能力っていうところやと思うんですけど、その後、リーナと、達也が戦って、で、まぁ、ちょっと場面が変わりつつ、リーナとみゆきが戦うってね、ここで決着をつけるという形ですね。結構目まぐるしかったですね。師匠とかも出てきてね、びっくりですね。はい。で、まぁ、場面変わって、その、サイド雫というか、まぁ、雫さん結構出てきますね。はい。結構出てきますね。なんかこう、一番いい服着させてもらってたんですけど、今回ね。はい。なんかちょっと雫サイドも不穏な空気が、漂ってくるというか、なんかこれちょっと心配なんですけど、まあ、最後のところで、結局この日本のこの吸血鬼事件に関しては、意思が統一された的なね、はい。休日にみんながね、収集ね、されてね、ちょっとあそこもシュールな感じになってて面白かったんですけど、集まったっていうところで、次回続くっていうところですね。で、まあ、みゆき自体が、まあ、今の達也の状態に対してね、評しているっていうところで、まあ、みゆきらしい、なんかこうね、都合の良さ的なものを感じなくはないんですけど、大まかには、その、外れている、ね、判断でもないんじゃないかなっていうことで、達也は、まあ、もともと、こう、身内や友人には結構、優しかった部分があったりはするんですけど、まあ、なんていうかこう、まあ、多分、息からもあるように、若干、こう、感情に対するものは、その、欠陥という言い方はあまり良くないと思うんですけど、それがあるせいで、まあ、なんていうかこう、行動自体は、ちぐはぐさを感じなくはない部分が、あったりはするんですが、そこを、まあ、みゆきが評したっていうところで、なんかすごくいい盛り上がった言い換えやったなというふうに思いました。まあ、何よりもね、感想としては、こう、魔法対戦が面白かったですね。なんかね、すごく映える戦い方をしていましたね。はい。魔法が技術として確立された世界における魔法を使った戦闘っていうところが非常に面白かったですね。しかも結構わかりやすかったですね。僕は多分ちゃんと理解はできてないんですけど、なんか見える範囲、わかる範囲で見ていても、あ、これは、無効化されたからこの下に出たんやなとか、これはこの時の階層の回収で無効化されてるんやなとかいうのが、わかるのですごく面白かったですね。はい。まあなんか、具体的なとこはわからないんですよ。手袋を外したことによって、リーナの状態が具体的にどうなったかとかはわからないんですけど、なんか、そういうのなしでも何してるかわかるっていうところで、非常によくできた戦いやったんちゃうかなと思いました。はい。で、さっきも言いましたけど、まあ、リーナはリーナで、そのポンコツ感があるんで、その真剣なところと、なんか、ふにゅっとしたところの、なんか、合間みたいな、
描写があったりしてですね、その辺のこうちぐはぐさと、達也自体が持っているその感情的なところだとか、まあ非情なところだとかのちぐはぐさっていうのがなんかこういい感じに対比されててね、なんか面白いんですね。これバランスを崩すとね、なんか変な意味不明な表現やったり、そのなんかこう表現のチープさ的に見えてしまいがちなとこなんですけど、このあたりのこうバランスをなんかこう自分は1期にはちょっと感じてたんですけど、2期にはそのあたりがすごく上手に描かれてるなっていうふうに思いますね。はい、なかなかね2人とも魅力的に描かれてる気がしますね。はい、そして、事件はですね、前々回にね、こう、すごい勢力がいろいろ動き出して、ごちゃごちゃなってて大変やってなったのが、前回に、言ったら、まあ大体3つぐらいの勢力にね、こう、固まったところで、今回、まあ3つの勢力に当たるものがぶつかったみたいなね、ところやったんですけど、一回これ情報の共有が行われてですね、言ったらこう仕切り直し的な感じになりましたね。はい、これも自分かなりこう良かったなっていうふうに思ったんですけど、これもどこまで読み取れてるかわからないんですけど、まあ、達也がその情報共有としてですね、ここにみんなを集めた時に、まあ、今までの状態だとすごくこう、それぞれが勝手に動いていたんで、誰が敵かもわからずに、結局ね、今回も言ったらこう、敵を逃してしまったことになったんですけど、ここでまあ、パラサイトに関する情報をみんなで共有して、こういう状態だって、そして俺たちが追うべきものまま、はこの、ね、発信媒体というか、まあ、このデータに入ってるから、間違えることはないっていうね、そういうようなことを、まあ、ここで共有したので、こう各勢力がぶつかり合ったりすることがね、なくなっていったっていうね、そういう形でね、一旦仕切り直したんやけど、リーナ側のね、スターズもですね、まあ、こういうふうに動いてる達也たちがいるってことが分かっているので、はい、それぞれの利害はあると思うんですけど、まあ不用意な衝突っていうのを今後避ける流れにできたのかなっていうふうに思ったりはしましたね。この辺はちょっとね、よくわかんないですね。どこまで達也が考えてやったのかよくわからないんですよ、僕はね。なんかこう巻き込まれた二人はちょっとね、唖然としてましたけど、少なくとも、まあこの、そうですよね、学罰というか、まあ一条じゃなかったか。三枝先輩たちの勢力と、まあ言ったらこうエリカたちの勢力と、まあ警察関係が変にぶつかることはなんかこうこれで若干回避できるようになったのかなっていうふうに思いましたね。はい、そんなわけでその各勢力のこのごちゃごちゃしたこのやりとりみたいなやつが結構スッとこう収束した感じで、なんか話の組み立て上手だなっていうふうに思いました。あとですね、なんていうかこうね、なんかこう、みゆきのポジションがすごく今回良かったというか、なんか、誰もがこう、ね、達也に対してあげるという感じというよりは、まあ今回はそのみゆきが達也のね、感情を表するって、若干こうね、ひいき目な部分もあるのかもしれないんですけど、そこと、まあ、みゆきに対して、まあ達也が制御を返すって言ってたんで、そういったやりとりの中でですね、実際にこうリーナと戦うための情報も与えてくれていたっていうね、なかなかこう達也とみゆきのこう理想的なね、まあ関係というかね、そういうタッグというかコンビというかね、そういったものを感じたので良かったですね。はい。前回全然出てこなかったですからね。これぐらいはね、してもらわないとっていう感じでしょうか。はい。あと、まあ、次回以降、やっぱり学友周りの活躍というかね、その、事件的なものに巻き込まれるっていうのがありそうな気がしてきますね。なんていうか、自分的にはね、なんか盛り上がりそうなカードかなり切っちゃった印象なんですよ。うん。なんか、リーナはバレたし、まあ、達也も要するに情報がいろいろ錯綜してたところを結構一本化されてしまったとね。で、スターズも、そういう勢力があることを認識したっていうところなんで、で、結構大事な達也対、こうね、リーナの戦いもやりつつ、みゆき対リーナっていう、こう、ちょうどいい戦いができそうなカードの、決戦も終わったっていうことなんで、結構そのやりきった感はあるんですけど、この後どうなるのかなっていうと、まあ、多分学友周りやと思うんですよね。まあそうなると若干こう雫が心配になるんですけど、どうなんでしょうね。このあたりは今回、その、まあ達也がいろいろこうね、後手に回ったことを反省していたので、雫に対するケアも達也がしだしてくれるのかもしれないなとは思うんですけどね。何分ね、遠くにいるんでね、心配ではありますね。はい。
そんな感じで展開は結構ね、まあ言ったら思っていた展開なわけですよね。おそらくリーナとミユキがライバル的なところと、まあ達也と、リーナはその勢力的なところで、まあぶつかることはあるやろうなっていうところは分かったんですけどね。それも分かってたんですけどね、やっぱね、魔法戦闘自体がすごく面白かったなっていうところと、まあそれぞれのこうキャラクターの、まあ利害関係っていうか、まあそれに乗っ取って動いてることがよく分かったんで、情報がね、だいぶね、ないのでね、分かってない部分すごい多いんですけど、なんか本筋はかなりつかめて見れて楽しかったんちゃうかなっていうふうに思いますね。すいません、あの原作をね、知ってる方から見たらね、何を分かったようなことって思うかもしれないんですけど、まあアニメとしてそれでも楽しめるように作ってくれていたのは、まあアニメ勢としてはとても嬉しいことやなと思いますね。はい。そんなわけでね、魔法バトルが自分もね、面白かったですね。はい。まずこう、リソース管理的な話出たのね、やっぱりね、なんかこう、ワクワクしちゃいますよね。つまりまあ、リーナにとって一番大事なのは、まあ、自分の正体がバレることであって、その漏洩を防ぐところに一番リソースを使っていたっていうところがありましたね。そしてパレードに、まあ、それをね、使うところのね、リソースをね、割かずに攻撃に、回すとですね、達也もちょっと対応するのが大変なぐらいのね、動きを見せてくるっていうところですね。はい。このあたりは、こう、やっぱりリーナの凄さと、実際にそのリアリティみたいなのを感じますよね。はい。その、やっぱりバレることに対してが一番、タブーであるっていうところで、リソース管理の話が面白かったのと、他にもあった管理の話で言ったら、みゆきに制御を返すって言っていたのも多分そういうことですよね。はい。そんな感じで、まあ、みゆきが、重税に戦うことができたってね、まあ、達也の情報をね、もらったことによって、もう、より強く戦えたっていうところで、このあたりの、こう、リソース管理的な話は非常に面白いなっていうふうに思いましたね。はい。演算能力で戦ってるっていう感じですね。はい。それから、まあ、まあ、何回も言ってますけどね、やっぱ、達也の持ってる分析能力っていうのがね、すごく強く働いてるなっていうことで、これはこの世界と達也の能力がすごく噛み合ってる部分だなっていうふうに思うんですよね。はい。まあ、分析能力って分析だけではね、何もできない部分って結構あったりして、まあ、データ分析キャラって結構なんか軽くあしらわれることは多いんですけど、この魔法のね、世界においては分析能力はやっぱりとても強くて、うん、特に何が強いかっていうと、こう、リーナの動きは今まで達也が体験したことがないところで、1回目は対応できなかったんですけど、まあ、分析して、まあ、解析して、で、対策までをすごい短いスパンでできちゃうわけですよね。これは達也の能力のおかげなんですよね。はい。もう少年漫画やったらこれのために修行パートを入れなきゃいけないぐらいなんですけど、このあたりをこうパッてやってしまうところがすごいっていうね、そういうところやなというふうに思いましたね。はい。他にもこの解析分析能力のですね、強さというか良さっていうのが、正しい言葉はわかんないですよ。自分が分析能力って言ってるだけですけどね。はい。特にこう戦ってる時の、例えばリーナのところなんですけど、まあ、羽交い締めにされたリーナが、まあ、ナイフを投げてくるんですけど、それをこう理解するわけですよね。はい。この場面においての、そのリーナの本当の意図をはっきり分かってるわけじゃないんですけど、まあ、例えばこういう風に解析能力があればですね、相手がどういう意図で攻撃してきてるかが分かるわけですよね。つまり今回こう、その致命傷を狙う、ための攻撃ではないことがこう、達也は分かっていたわけですね。だから、それに対応した対処ができるようになったっていうね、そういう部分やと思うんですけど、今回のことが、まさにその通りなのかっていうと分からないんですが、こうやって相手の意図を察しながら話とかですね、まあ、戦いを進めていけるっていう意味でも非常に優秀な能力で、かつですね、その今回のね、みゆきにね、分析結果を譲渡してますよね、これね。これはなんか主人公の強さを、まあ言ったらその仲間にもね、まあ簡単にはできないことなんやとは思うんですけど、おそらく日頃、まあ達也を制御してる、まあみゆきやからできてないと思うんですが、こういったその強さの譲渡的な描写ってすごいね、なんかこう、自然で良かったですね。変になんか主人公が僕の力をちょっと分けてあげるよ的な、そういうことではなくて、分析結果という形で譲渡できるってね、そういう部分はすごい面白いなというふうに思いましたね。なんか魔法バトルの上で、すごく見ていてワクワクしましたね、このあたり。
で、戦闘とね、解説を並行にできるところも良かったなと思いますね。つまり、戦いながらすごいスピードとすごい攻防をやり合ってるんだけど、言ったらこう、達也が、まあ、情報分析解析能力を持ってるので、まあ、思考はものすごく高速で思考できてるわけですよね。はい、そういう意味でですね、この戦闘においてどうね、達也が判断してるのか、どういうことが起きてるのかっていうのを、まあ言ったら我々にとっては解説をしてもらえてるようなもんなんですね。これってその、小説とかやるとすごいね、簡単にできるんですよね。戦ってる合間にその、字の文のところでいろいろ解説したらいいんですけど、アニメにおいては、やっぱりテンポが悪くなったり、なんか間延びしてしまったりすること多いと思うんですけど、これをすごく自然にやってのけてる感じはですね、やっぱりこの分析能力はいいなと思いましたね。すいません。これはちょっと視聴者としてのメタ的な発言でしたね。失礼しました。あと、みゆきとリーナの対決もすごく良かったですね。うん、お互いの持ってるカードをまあ切り合ってですね、動きを牽制し合って戦うっていう、そういう部分ですね。このあたりの戦いもなかなか興味深かったなというふうに思いました。で、決着の付け方の落としどころはいいのかっていう話ですよね。まあ言ったらこう来訪者編の、ライバル的な存在がまあみゆきに負けてしまうのは、いいのだろうか。それこそリーナ自体が言っていたんですけど、まあ高校生に負けちゃうのってどうなのっていう話がねあるとは思うんですけど、このあたりもなんかこう落としどころとしては良かったのかなっていうふうには思いましたね。なんかこう雫とみゆきが戦った時の、ちょっとそれはっていうほどのことではなく、ちゃんと戦いになっていたというか、その残念感が全然なかったんですよね。リーナは負けてしまったっていうことに対するね、それはその多分この力的な設定として、まあ、つまり世界観としての説明がね、まあ土台としてちゃんとあったんっていうのはあると思いますけど、例えばまあリーナが2連戦かな、まあ、パラサイトと戦ってて達也とちょっとやって、その後また達也と戦ってのみたいな、そういう、やり取りがあったので消耗していた部分もあったんだろうって見えたりやとか、まあ手袋ですよね、手袋を外されたことによって従前に戦えなかったのもあるんだろうとか、あとはまあみゆきが、まあ、それこそそのパレード解析の結果を、達也からもらっていたから対応できたっていうね、これは戦闘中に描写がありましたからね、そういった条件が揃った上での、勝利であるのならみゆきの勝利っていうのもなんかストーリー的にもスンと、来るんじゃないかなというふうに自分は思ってよかったですね。はい、最後力押しのね戦いになったっていうところで、当然消耗してしまっているリーナの方が不利やろうっていうところも、分かりますし、別になんていうかこう負けることはちゃんと負けたんやけど、別にリーナの格も落ちてないし、みゆきの勝った理由っていうのもはっきりしているので、とてもいいその魔法対決やったんかなと思うんですよね。なんか変に達也とね戦うと達也が勝ってしまうみたいな、そういう目線が入ってしまいますからね、この作品においては。そんなわけでかなりこう盛り上がる魔法戦として自分は良いもの見たなっていうふうに思いましたね。そしてまあリーナ自体は落ち込むわけですよね。高校生に負けてしまったわけですからね。まあしょうがないといえば、しょうがないんですけど、すごく落ち込んでるリーナって。で、そこもまあコミカルなリーナがいろいろ描かれたんですけど、なんというかこうリーナはまあ今回のエンドカードをですね、公式ね、見た方もわかると思いますし、まあ見てない方は公式ホームページから見たらいいと思うんですけど、からもわかるように、すごくこう、リーナも愛されてるなというか、なんていうかこう、スタッフから押されてる、ね、まあ言ったらこう、ご利用しされてる、的なキャラクターとしてある存在するんじゃなくて、スタッフからも、制作サイドからも、愛されてるなっていうところの、リーナを感じるので、自分は結構ね、やっぱりいいヒロインやなっていうふうに思いましたね。はい。来訪者編なかなか自分は、楽しんでますね。はい。メタ的な視点で見てもね、よくできてるし、単純にこう、ストーリーを追っていくだけでもね、そんなに奇抜な展開じゃないのに面白かったですね。はい。皆さんのご意見も、教えていただければと思います。はい。そんなわけで、今回ね、来訪者編の、4話についてお話しさせていただきました。まあ、当然僕は全然こう、ちゃんとしたこと分かってないですしね。そこまでね、詳しくも見切れていないんでね、間違ってたり勘違いしていたりってするところがあると思いますが、まあ、アニメで分かる描写に関してね、勘違いしているところ、なんかについてはまたね、ご指摘いただけると、ありがたいです。はい。それではね、今回ね、ここまでにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。